令和5年7月の最終日31日12時12分、蓬莱よしはるチャンネル。はい、はい、どうも、こんにちは。はい、まあ、何の会議でいらっしゃったんですか？あ、今日は桜島火山対策会議。おお、なるほど。今、鹿児島市、霧島市、金谷市、垂水市と、の合同の会議があるんですけど、その4市から上がってくる要望に対しての返答を検討する会議、県としてですね、はい、それが8月の初旬にあるので、それの準備でした。それについては多分初めて聞くかなと思うんですけど、もうちょっと詳しくどんな内容なのか聞いてもよろしいですか？まあ、鹿児島の大噴火に備えた体制整備をどうするか、で火山灰対策に対する営農対策とか、そういう火山灰の除去の予算組みとか、まあ、道路とか、軽石の打ち上げられたものをどうするかとか、まあ、そういうのとか、あとは避難道として道がやっぱり狭隘化してたりするところは改善してほしいというような要望がたくさん上がってきて、それに対して少しずつ毎年予算を組んで改善を積み上げていってるという感じですね。桜島大噴火に備えた防災という点で言うと、鹿児島本港区とこういう話もよく話題になると思うんですよ。あそこに人が集まる場所をそんなに建ててもいいのかっていう文脈で、その本港区エリアで大きなことが今週ありました。プレゼン大会ですね。ああ、はいはい、見に行かれました？ああ、行きましたね、はい。そこら辺のご感想だとか踏まえて、動いたのか動いてないのかとか教えてもらえると、まあ、動いた、まあ、もともとのプレゼンが県の大前提に、まあ、スポーツコンベンションはありの、ウォーターフロントパークの緑地帯は残す、さらにグランドデザインを踏襲するという条件の下でのプレゼンだったんですけど、全員が全員その条件に合致してるかどうかって言ったら合致してない方も多々ありますが、ただその個人個人の案を採用しようとかいいんじゃなくて、個人個人の持つ意見の一部ずつだけでも参考になるものがあるのではないかという趣旨で今回開かれたプレゼン大会でしたね。まあ、やはり、まあ、個人的には完成度が高いのはマンドコロさんのプランが一番、なんていうのかな、説得させられる要素はあったのかなと。まあ、もちろん課題を解決できるような案ではなかったですけどね。それを取り込むことによるメリットっていうのは大きいかなっていう。蓬莱さん参加したっていうのは、あのプレゼン大会を最初から最後まで参加したのか、ポスターアセッションでしたっけ、その前日にあったものとか、それも含めて、まあ、こうプレゼンだと思うんですけど、全部いたとは思わないんですけど、どこら辺をいらっしゃったの？ポスターはもう、あの23、24がポスターセッションで、25がだったと思うんですけど、あ、ちょっと日にちがずれてるかもしれないけど、その前日のものは行ってないです、ポスターセッション。で、ポスターセッションはポスターが提示されたまま、その本来のプレゼンがありましたので、その時間に全部見させていただきました。なるほど。で、最後の方はちょっと時間がなくて、退席しましたが。おう。ということは、セルフを聞かれてない感じですか？あ、セルフ聞いてないです。あ、なるほど。じゃあ、まあ、マンドコロさんの件が一番良かったかなという話でしたけど、まあ、とはいえ、マンドコロさんの時も若干紛糾がありましたよね。岩崎会頭が、あの感じで、君は県議会とかで、こう、しっかりと手順を追って、決まった、こう、立地の場所だとか、っていうのをひっくり返せると思うのかいみたいな質問があったと思うんですよね、そこら辺も含めてどうなんですかね。そこら辺はやっぱり、まあですね、だからその
プラン全部の話をしてるわけではなくて、そもそも検討委員会の方が選んだプレゼン候補なのに、なぜあの場所でああいう意見が出るのか、私はちょっと理解不能ですね。あれはもう意見を聞いて、意見交換する場ではないんで、とりあえず意見を聞いて、まあ参考にするだけの話であって、まあ、万所さんの話を詳しく知ってる方は少ないかもしれないですけど、まあ、スポーツコンベンションをドルフィンポート跡地に作りながら最初作ってたけど、まあ、せっかくならより良い案として提示しただけですと。いう、ね、まあ、話もあったので、それはそれで問題ないかなと。私が言ってるのは、一番、いいなと思ったのは北埠頭の活用の仕方です。うん、スタジアムですね。うん、もうスポーツコンベンションはもうそのまま。で、住吉市長ももうそのまま。うん。うん、だけど、まあ、北埠頭に関してサッカースタジアムを入れ込むに案としてね、1階の方を公安機能。で、層2階建てに上げたところから、交流施設という案は、それ費用がどれぐらいかかって、誰がどこをそこを負担するかは別にして、物流機能と交流機能を完全に分断できるという、私は素晴らしい案だなという、うん、思った、うん、岩崎会長のお考えは、北埠頭なら OK っていう感じでしたっけ？ちょっとニュアンスが分かんなかったんですけど。まあ、岩崎さんというか商工会議所ですよね。まあ、商工会議所の、まあ、意見なのかどうかっていうのは、また、それは次の問題でしょうね。うん。うん、まあ、要は、商工会議所としては、住吉町にコンベンションセンターを作りたいと。うん。ね、毎月の持たせたものを作りたいっていうのは挙げてるので、まあ、そこが若干否定された感じだったのでは言う。話になったのかなと思いますけどね。まあ、今回の件で、その県と市とは、どうやらあんまりコミュニケーションうまくいってるとは言い難いっていうのは、もう多分紛れもない事実な気がするんですよね。で、ああ、そうでしょうね。はい。うん、で、商工会議所も、やっぱりそこまでコミュニケーションうまくいってないんじゃないかなっていう気がしていて、というのは、いつもこのコンベンションセンターは商工会議所欲しいと。だけど、で、1万人規模のコンサートもできる何もっていうものを作るっておっしゃってましたけど、岩崎会長はその5000人とかそんな規模で入るのが欲しいとは言ってないんだよと。1000人、2000人の会議場ね。会議場を200日ぐらい動かすっていうレベルだよっていう具体的なのも確かあったんですよね、コメントは。だから、そこら辺もなんか県議会がこう1万人にこだわったり、まあ、コンサルに恥かしてという話は岩崎さんも言ってましたけど、そこもなんかちょっと違うニーズが合ってない気もしたんですけど、そこはどうなんですかね。ああ、そもそもスポーツコンベンションセンターと商工会議所が言ってる、毎月の持つコンベンションは本当違うものです。彼らが言ってるのは、住吉町に新たに作りたいと。新たに作りたい。あ、体育館の話じゃないんですか、あれ。体育館と。体育館じゃない。あ、別に。コンベンションセンター、スポーツコンベンションセンターって言ってるコンベンション機能は、回答はあまり評価してないんですよ。コンベンション機能としてね。はいはい。うん。要するに8000人入れる会場は、本当、ただの、まあ、開会式とか。うん。まあ、基調講演で、まあ、聞く人もまあ、いるかな、ぐらいの。ただ日常的にいわゆる国際会議ですよね。国際会議をできるような、まあ、500人、まあ、2000人ぐらいが、要するに、なんていうのかな、シアター形式で、まあ、宝山ホールみたいな感じでしょうね。市民文化ホール。まさかスタジアムと体育館とコンベンションと3つ立つって話ですか？いやいや、そういうことじゃん。あ、今それで動いてるんでしたっけ？
3つ立や、つ。スポーツコンベンションセンターは、スポーツコンベンションセンターでも完結するんです。そうですよね。そのコンベンション機能っていうのが、うん。小さな会議室はほとんど取れないですから、はい。コンベンションという名前の大ホールと、まあ、8000人規模の大ホールができますよ。展示会場に使える中ホールができますよ。っていうのがコンベンションセンターです。で、商工会議所が提案しているのは、さらに住吉町には体育館、駐車場ではなくて、まあ、コンベンション機能を持ったホテルとか、そういう前置き機能を持ったものを作りたいというのは言ってます。そこに対して、県は、まあ、その辺も含めて、本国エリアの利活用の案の中でまとめていきましょうという形で、ここは話としては残って、実は6月議会で知事は、コンベンション、前置き機能を持ったその会議場の問題とも話が出てる。市からはサッカースタジアムを来た、ああ、という案も出てる。っていうのが初めてこう、議会で知事が言ったので、そこは議論の俎上にやっと上がったところ。これから全然、住吉町に関しては、まだ我々は駐車場ですよっていう考え。タフ等に関しては何も、ノープランですよっていう考え。だけど、知事として、県として、その2つに関しては、ちょっと配慮も必要だよねという感じに、ようやく動いているという。まだそんな段階。スポーツコンベンションのコンベンションは商工会議所の言ってるコンベンションじゃないと。で、こっちにホテルなのか、商工会議所が使いたい規模のコンベンションを作るってなると、そこはシラトンできたばっかりですけど、なんかホテルを誘致して民間のお金でみたいな感じになる可能性が高いんですかね。まあ、そうじゃないともうできないです。県はそんな予算ないですから。でしょうね。3個経つとは思わなかったですね。なるほど。だからまあ、全然だから、その、活用の案が出たときに、初めてどうなるかが。だから、鹿児島市は急いでるわけですよ。利活用の検討委員会に、本校区エリアのどこかにサッカースタジアムはあってもいいよねっていう言葉を引き出さない限り、実現は限りなく遠のいてしまうんで。まあ、そこの検討委員会は議論する場じゃないと、意見をただ受けあ、る場とおっしゃいましたっけ？プレゼン、プレゼン。プレゼンはね。っていうところは、実は蓬莱さんが中座されたセルフの時にちょっと紛糾したんですよ。っていうのそうなは、セルフの坂口さんが、逆質問を初めてして、今日はなんで担当者がいないんですか？担当者がいないってどういうことですか？この行政の長である塩田さんですよ。みたいな話から、いや、今回は検討委員会が、やってる会ですから、知事は別ですと言ったときに、また坂口さんが、あ、じゃあ検討委員会と知事は全く別物ということなんですね、とか、知事は今回の件はじゃあ聞かないんですか？どうやって聞くんですか？情報共有するんですか？みたいな話が、あって、まあ、ちょっと食ってかかったところなんですけどね。で、あって。で、じゃあ、この検討委員会で、僕らが一生懸命考えて出したアイデア、仕事もあるのに時間を割いてやってる、こう、7組ないし、コスタープレゼンの人たちっていうのは、どういうふうに活かす予定なんですかっていうところを突っ込んだんですよ。それがさっきの蓬莱さんのこう、まあ言ったあれだと思うんですけど、いや、要どう望なっだてけるんとですりあえか？ず聞こうっていう回だったっていうのは理解してるはずですけどね、プレゼンですから。そこはちょっと認識が違ったかもですね、セルフの皆さんはね。ということは、そんな仕事を休んでいろいろ一生懸命やったんだよみたいなこと言われても困るよって、まあ端的に言うとそういうとこですよね。いや、それは気持ちを表現するのがプレゼンですから、それ別に仕事を放り投げて、それ費やした時間がいかほどあるかが評価されることではなくて、出されたものに対して参考になるものは組み上げましょうって、
いうことで、別に、うん、うん、それはちょっと違うかな。恩着せがましい言い方するなと。いや、まあまあ、っていうか、出れる人、出たい人っていうので、出し合って断ったところもあるんですよ。うんうん。うんうんうん、実際のとこね。うん。でも、やりますかって言って、やりますって言って、やるから時間をさらに費やして、うん。うん。どうなんだっていう。まあ、これが、その、いろんなね、入札とかにね、関わってくるようなね、プロポーザルの案に対してだったら、彼らも言わないでしょうね。でも、プロポーザルでもない。うん。ちょっとそこは、うん。まあ、私はちょっと、その、うん。理由はちょっと理解。うん。了解です。あとは、高麗義晴県政報告新聞を、はいはい、私が提出しないといけないんですけど、うん、選挙を終えて、まあ一言、今までインタビューした内容をまとめたのと、うん、あと、南春高校、中高、共学科ですよね。うんうん。をどういうふうに6月議会で話し合ったのか、八重山風力発電について、うん、そして裏面が本校区のことと、もう一つが子供、子供医療費、無料化ね、現物給付。無料化ですね。うん。というのを動いた6月議会でしたよ、ということですかね。あれ、データ見れなかった？いや、データ送られてないです。あれから。メールに送ったよ。わかりました。もうちょっと見て。そこからあれは取りますので、提出、急いでいたしますので。はい。はい、ありがとうございます。